よ。大収穫じゃねえか。お疲れ。みんな、始めるぞ。どう
この調子で頼むぞ。一丁上がりね。赤の王よ、監獄の禁域に至ったようだな。禁域だと？待ってくれ。相変わらずもったいぶるよね。今に始まったことじゃねえだろ。アプリリス、てめえはシャトラールとつながりがあるのか？え、確かに団長さんは呪いについて何か知っている様子でした。シャトラール聖国騎士団とやらの長か。その名は聞き及んでいる。直接面識はないが、共通の知己がいてな。そのものを介してシャトラールは情報を得ているのだろう。ああ、共通の知り合い。うむ、そのものは遠からずお前たちの前にも現れるはずだ。赤の王よ、残された時間はそう多くはない。見事真実にたどり着いてみせるがいい。それは。うむ、あの男が動き出せば。頼んだぞ怪人たちよ。了解しました。
任せろ。任せて。拾ったぜ。タッタッ
私は何も見ておらぬ。低俗な噂などに翻弄されてなるものか。おい、そこの5人組。これはこれはお役人様、私たちに何かご用ですか？アドル・クリスティンという脱獄者を探している。赤毛の流浪者だが、お前たち何か知らないか？どんな些細な情報でも構わない。こいつまだ探してたのか。ここは私に任せちゃって。私たちにはちょっと心当たりがないですね。私はてっきりお役人様も噂のお化けを見に来たのかなって。お化け？確かに騎士団から急に調査を押し付けられはしたが、私は見ておらぬ。影のお化けなど見たこともないわ。影のお化け？いいか、あれはアドルなる不貞の輩が見せた幻覚、もしくは怪人とかいう不埒者のいたずらに違いない。この私にお化けなど低俗なものを見せるなどありえぬ。シャトラールね、妙な仕事を押し付けおって。おいおい、大丈夫か？顔色が悪いみてえだぜ。ありえぬ！おのれ！しそべし！アドル・クリスティン！やれやれ、相変わらずだな。アドルさんもとばっちりですよね。獲得いたしました。
しました。
てよかったです。これが美しいということなのですね。宝箱がありますね。そらよ。あ、宝箱。た。やっ、やっ。た、やったね。ゲットしちゃった。you
了解しました。任せろ。任せて。了解しました。任せろ。行くわよ。参ります。ありますね。そらよ。獲得いたしました。ゲットです。よいしょ。Thank you.
行くぞ。ごめんください。はい、はいはいはいっと。そんなわけないわよね。すみません、どちら様でしたっけ。あの、ジュール君ってこちらにいますか。あらあらあら、もしかしてジュール君の知り合いの方。はじめまして、ジュールの母のパルメです。どうぞどうぞ、こんな場所で立ち話もなんですから。あの、私たち。さあさあさあ、中へ入ってくださいな。ジュール君のお客さんなら大歓迎よ。おいおい、ジュール君、お客さんよ。お客さん？ジュール君にお友達が訪ねてくるなんて。それじゃあお母さんは張り切ってお茶を入れてくるわね。あのお母さん、私たちは。無駄だよ。ああなると何を言っても聞こえてないから。申し訳ないけど少しだけ付き合ってくれると助かるかな。私たちは大丈夫ですけど。やれやれだな。ありがとう。でもどうしてここへ。それはこれを届けに来てくれたの。わざわざ悪かったね。でも中を見たみたいだし、お愛子かな。誰かが開いたらわかるよ。小さい紙片を仕込んでおいたんだ。それが落ちてなくなってるからね。正解はお姉さんの顔に書いてあったみたいだね。そんなことしてあったんだ。ガキが考えそうなことだぜ。ま、親切心でやったみたいだし、この辺で許してあげるけど。よし、面倒なのやめ。ジュール君、君って何。ズバリ廃墟者君でしょ。へえ、どうしてそう思うの。声もどこかで聞いたことあると思ったけど、やっぱり年相応とは言えない、その話し方よね。以前の白猫みたいに自分をごまかすつもりはないからね。赤の王のようにことさら正体まで隠す必要もないし。あっさり認めましたね。やれやれ、文化保護区で声かけたのは失敗だったな。いつかバレるとは思ったけど、バレたらバレたで面倒が多いよね。君ね、こうなったら面倒ついでにいろいろ聞くから覚悟しなさいよ。その車椅子は一体何なの。ああ、僕はもともと立つことができないんだ。そんなとこかな。小さい頃からずっと病弱でね。どうせ聞かれるだろうから先に言っておくよ。病名ははっきりしていない。バルドゥーク1の名医すら治療を投げ出した難病らしいよ。体が徐々に衰弱していき、成人前には死に至ると言われてる。本当に残念だけど冗談は苦手なんだ。
ただ怪人になった時は病状が和らぎ体の自由を得ることができる。そういう意味では僕はアプリリスさんに感謝してるよ。そんな、やだ、君にそんな事情があったなんて。みんなにお願いがあるんだ。同情は一切いらないし、僕に対する態度を変える必要はない。病気が理由で変に気を使われるのはもううんざりなんだ。そりゃまあそうかもな。そのちょっと言葉が足りなかったかな。補足すると自暴自棄になってるわけじゃないよ。こんな体だからもう覚悟ができてるんだよね。覚悟って？この年齢になるとその時がいつ来てもおかしくない。そんな状況で最後に体が自由になったんだからさ、せめて悔いを残さないよう精一杯生きようと思ってる。ただそれだけなんだ。ジューラ君、それでは私たちが拾ったあの棺桶ノートは。うん、死ぬまでに実現しようと思ったことが書き出してある。棺桶へ持っていけるようにって意味でそう名付けたんだ。その私に何か手伝えることはないのかな。そう来ると思ったよ。でもそういうのがいらないんだってば。ですよね。そうでないと僕が病気を理由にわがまま言ってるだけになるだろう。自分の力でやりたいんだから放っておいてよね。言うね。君がそう言うなら口を出せることじゃないけど。そうそう、雪吊りの縁だけど、それは確かなんだから。困ったことがあったらちゃんと相談しなきゃダメよ。そんな機会はないと思うけど心には留めておくよ。そうそう、みんなが調べてる文化保護区のお化けだけど、あれ僕のことだから。どういうことでしょう？最近あそこの遺跡にいたずらするやつが増えてさ、現場を見かけたから異能でちょっと警告してたんだ。さっきも妙な役人が調査とか言って遺跡を傷つけようとしてたからね。たっぷりとお灸を据えておいて。ジューラ君、普段通り振る舞わなきゃね。ねえ。はい。満月の夜を終わらせればまた門の障壁が消えるのかな。どうなんだろう。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれませんし。
しくお願いします。え、ああよろしく。何やってんだこいつら。動揺しすぎです。やれやれ。アドル、肩の力が抜けたところで始めるとしようぜ。怪人たちよ、黒煙だ。赤き蒼月のもと、まつろわぬ魂たちの宴が始まる。果てなき夜の領域をかけ、呪われし力を持って魔をほふれ。今宵は満月。そなたたち、心してかかるがよい。最後の一撃、決めるぞ。
どんどん行くわよ。行くぞ、あれもだ。ただいま参ります。このチャンスを逃すな。助力が必要か。Thank you.
そなたたちならやってくれると思っていた。皆さんお疲れ様でした。さすがに満月は手応えがあるね。戦闘が激しかった分体がきしんでます。よいしょ。調整が必要かもしれません。調整って今もラインドール夫妻がやってくださるんですか？ええ、人形の姿の時に。ロドリオさんはメリサさんが留守の時にしかやってくれませんが。きっとメリサさんにからかわれるからですね。はい、でもその時はとても大事に扱っていただいてます。ご夫妻に心配をおかけするのは私も。キリシャさん。アプリルさん。騒ぐな、大したことではない。でも腕が。こちらの腕なら替えが利く。そなたは大丈夫か？はい、私は何とも。申し訳ありません、私も油断していました。二人とも無事ならよい。ああ、それより満月をしのいだことで呪いに変化が起きるはずだ。前回は正門の障壁が解放され外へ出られるようになりましたね。今回も行動できる範囲が広がってくれたら嬉しいかな。そうね、町へ戻ったら早速確認してみましょう。
Thank you.